ベアリングパーツも2個あるし、何か検証でもしてみようか。月1500円ミニ四駆、前回でボールベアリングを取り付けてみましたが、これがね、速くならなかったんだよね。高いパーツにもかかわらず速くならないのは悲しいので、今回は2個セットのうちもう一つの方をダッシュ洗浄して使ってみたいと思います。ダッシュ洗浄していくのに、この黒い上蓋をデザインナイフを使って外していきます。ちょっとね、コツはいるんだけれども、内側からナイフを入れてこういう感じ。はい、そうするとベアリングの内部が見えるかと思うので、この状態でパーツクリーナーで洗浄していきます。それでは塗っていきます。はい、よく振ったパーツクリーナー、よく見てみるといくらか白く濁りますので、これが透明になるまでクリーナーを入れ替えながら洗浄していきます。では脱脂したベアリング、どれだけ回るかというと、はい、こんな感じ。ボールベアリング、一度脱脂してしまうと錆びやすくなってしまうので、定期的にベアリングオイルをつけるようにしましょう。それでは脱脂してないベアリングと脱脂したベアリング、どちらが早いか比べてみましょう。参ったな。そしたらじゃあフローティング加工でもしようか。ボールベアリング一度取り外して、シャフトが通る穴を 2.5 ミリドリルで拡張していきます。ではこちらの方向からドリルを回していきますが、これだとね、結構指痛いんだよね。はい、ノーマルタイヤを持っている方はこうしてあげたらドリル回しやすいんじゃないかな。
ではドリル回していったところで、はい、ここまで。シャッター穴は貫通させないようにしましょう。ドリルを引き戻していくとバリが出るので、これをしっかり取り除いていきます。はい、では拡張した穴がどうなるかというと、シャフトを通した時にこの筒の分だけ抵抗を減らすことができるので駆動効率が良くなります。それではフローティング加工したところにまたボールベアリングをはめて走行してみましょう。まあ、駆動ってこんなもんだよね。はい、本日の動画以上となります。駆動もまあなかなか自己満足なところはあるよね。今回追加しましたベアリングパーツ、個人的に思うところはスピードアップするパーツというよりかは耐久性の良さがいいのかな。なのでもし予算に余裕があるなら買ってみてもいいでしょう。もしこの番組を気に入っていただけた方はぜひともグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。